こんにちは、ささぎです。本日は、メルカリ。売れるまでの何日、時間、日数、閲覧数、流れを説明します。売れない値下げやタイミングで損しますよ、というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。メルカリで売れるまでのどれくらいで売れるかですが、商品出品後、人気のある商品は即完売することも多いです。 これがメルカリテンバル非常に面白い点です。基本的には商品出品後、いいねが少しずつですが増えていって、その後コメントが入り、値下げ交渉に貼ります。ここで初めて売れるかどうかの判断になりますが、ここまでの流れが非常に重要なポイントになります。値下げのポイントは他のセーラーと値段を比較して、 値下げ交渉をしてください。メルカリでは評価が高くて悪いがゼロですと非常に優位に立つことができるので、ぜひ悪い評価をもらえないようにしてみてください。あと、売れない時期もありますが、それは会社の給料の兼ね合いもあります。10日給料日、15日給料日、25日給料日などいろいろとあります。 なので、購入希望者がお金がないだけなので、この点はぜひ安心してみてください。それではぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒマニュアのプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。 登録している際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。